セガサタン版バーチャファイターとバーチャファイターリミックスの違いは、初代のゲーム内容そのままにキャラクターにテクスチャーマッピングを施したグラフィックの強化版。どこまで違うのか見ていきましょう。それでは動画スタート。それでは起動からオープニングです。何か違いはあるのか。ちなみにね、ほんと微妙にね、バーチャファイターの方が早かったので、そこら辺はちょっとカットさせていただきました。ほんと微妙だったんで、まあほんま1秒2秒誤差もあるのかな、そんな感じでした。はい、こんな感じでね、ちょっとだけ早いんですよ。だけど今回はちょっとタイムなしていきましょう。さあ、オープニングの違い見てください。もう結構違いますよね、こっから。はい、パワーボン。はい、オープニングでした。次行きましょう、キャラクター違い。はい、それではスタートしていきましょう。バーチャファイターとバーチャファイターリミックスです。両方ここでね、ロード入るんですよね。はい、ここら辺のスピードはあまり変わらないです。ここら辺もね、変わらなかったです。本当処理速度が本当変わらなかった感じです。まずはジャッキー・ブライアント。まずはバーチャファイターカクカクですね。はい、リミックス、バーチャファイターリミックス。それでは同時比較。はい、勝利。はい、ジェフリーでございます。ジェフリーもね、パワーボムとかジェフリー、はい、まずはカクカクジェフリー、バーチャファイター1。はい、リミックス、全体的にリミックスの方が明るいですよね。はい、同時比較。はい、勝利。はい、次はサラ・ブライアント、兄弟喧嘩。はい、次はリミックス。だいぶ明るくなりましたよね。はい、それでは同時比較。はい、勝利。はい、次カゲマル。はい、まずはバーチャファイター。おや、おや、おや。はい、リミックス。おや、下の石畳とかも違いますよね。同時比較です。はい、勝利。結構下の石がかなり違う。
はい、はい、チェン、アン投げるターン、はい、リミックス、はい、同時比較、はい、勝利、はい、次ウルフのホークフィールド、ブンブン丸がね、すごくジャイアントスイングを有名させたのはやはりウルフ、ブンブン丸ですよね、ウルフ、はい、行きましょう、同時比較、キャラクターもでもリミックスの方がでかいですよね、はい、勝利、さあ次の相手行きましょう、次はラウチェーン、本当はね今回ジャッキーでやってますが本当はラウなんです、バーチャーワンの時からラウ、ずっとラウ、はい、同時比較、はい、勝利でございます、それでは次行きましょう、はい、アキラ来ました、ラスボス手前、まあ一応ラスボスになるのかな、アキラですよね、はい、リミックスのアキラ、同時比較、はい、勝利、はい、そして一応ボーナスステージの扱いになるリアルデュアル行きましょう、カンカーというこう金属音ね、当時 T-1000 とかね、ターミネーターの T-1000 を思い出させるようなこうイメージがありましたね、はい、リミックス、はい、タイムオーバー勝ちました、かっこ悪いけどね、タイムオーバー、ということで今回はバーチャファイターとバーチャファイターリミックスを企画しました、両方ね同じセガのハード、セガサタンのゲームですがね、結構こう1年ちょっとで、まあ最初おまけとして本体についてきて発売されたバーチャファイターリミックス、まあその後ね人気があって、すぐ販売されたというね、バーチャファイターリミックス、結構グラフィック違いましたよね、操作性はやっぱりね似た感じです、ということで今回の動画はここまで、また次回別の動画でお会いしましょう、それではバイちゃん。